ドミニク・デビット・レネ・スミスは、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス出身の、プロ野球選手。左投げ左打。MLB のニューヨーク・メッツ所属。2013年の MLB ドラフト一巡目で、ニューヨーク・メッツから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・メッツで、プロデビュー。アパラジアンリーグのルーキー級、キングスポート・メッツでもプレーし、 二球団合計で五十一試合に出場して打率三百一三本塁打二十六打点二盗塁を記録した二千十四年は A 級サバンナサンドナッツでプレーし百二十六試合に出場して打率二百七十一一本塁打四十四打点五盗塁を記録した二千十五年は A 級セントルーシーメッツでプレーし百十八試合に 出場して打率3056本塁打79打点に投塁を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、ソルトリバーラフターズに所属した。2016年は AA 級ビンガムトンメッツでプレーし、130試合に出場して打率314本塁打91打点に投塁を記録した。この年は、 オールスターフューチャーズゲームにも選出された。2017年は開幕を AAA 級ラスベガスフィフティィテワンズでプレイした。2017年8月11日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。メジャーデビューとなった同日のフィラデルフィアフィリーズ戦にて6番一塁手で先発出場するとニック・ピベッタからメジャー初安打。 15日のニューヨークヤンキース戦ではソニーグレーから初本塁打を放った。この年メジャーでは49試合に出場して打率、198、9本塁打、26打点を記録した。2018年は56試合に出場して打率、224、5本塁打、11打点を記録した。2019年は89試合に出場して打率、 282、11本打、二25打点、1盗塁を記録した。ありがとうございます。